闇の炎に抱かれてシュー。はい、どうも、今日スーパー行ったら100円パンが80円に割引されてて買って気分よく出口出ようとした瞬間に半額のアナウンスが聞こえてきて絶望した男、カイトです。どうしてだよー。ということで今回はデッドアストライクシリーズの動画の最終回に突っ込んでいきたいと思います。いよいよこのシリーズも最終回なんで、まだ前の話見てない方は先に概要欄からご覧ください。それではどうぞ。甲子園のことをオールスターと呼ぶようになって久しいが、なぜ高校野球がこうも新設されるのか。どんな競合も負ければ終わりのトーナメント戦、3年間という絶対的危険性、精鋭のみがたどり着ける聖域だからだ。三日月勝月、頂き高校鉄の掟にのっとって尋常に勝負だ。カルテード、しまった、バットはロッカーにシャーペンで打つしかねえ。出ましたよ、デッドアストライク史上最強にして伝説のパワーワード、シャーペンで打つしかねえ。ていうか授業中にお前ら何しとんじゃい。そしてその頂点に君臨するのが我が子だ。いや、どうしてそうなった。爆発する要素残りもなかっただろうが、どのタイミングでイワマスキャラエクスプロージョン魔法使った。入学式を勝ち抜いた君らは将来のレギュラー候補とも言える。あ、シャーペンに負けてんだけど、登場シーン2秒くらいでシャーペンに負けたんだけど。勝者三日月。うん、日々精進して上を目指すように。今日はここまで。兄たん、一緒にお昼しよう。ああ、チャオ、俺も一緒にいい？サイロか。わお、かわいい。お友達？同じクラスのサイロ。クソチャラそうだな。新入生は2万人いたらしいのにさ、入学式は男ばっかでビビったわ。隣いい？心の種ヶ島に鉄砲伝来。お前一種人間だよ。光栄だな、会いたかったんすよ。俺も 1.5 軍ってのに上がりたくて。どうすりゃいいすか？そうね、今すぐ彼方に消えてみて。予想通りめちゃくちゃ煙たがられてるんだけど。俺もその反応取るわ。今日は忠告に来たのよ。あなたを探してここに向かっている男がいるわ。そいつから逃げてあの男に会うのはさすがにまだ早すぎる。入学わずか2週間10回以上の勝負に成功、それで勝手に 1.5 年、さすがにそれは調子に乗りすぎかな。あれ、いないじゃん。余計な口出ししたろ。何のこと？とぼけんなよ、絶対さっきまでいたっしょ。出なきゃおかしい。勝手に来たのはそっちでしょ、サブマ。ほら兄た、急いで。雪村を信用するわけじゃない。でもさっきのおかん、あれはもっと走ってよ。三日月なら戻ってったぞ。え、とうとう会えた。あんたが一軍か。もしかして君が？三日月だ。鉄の掟とやらに乗っ取って勝負しろ。ん？キャッチボールじゃないの？投げたと同時に返って見える。これがサブマの音速守備。ダメだよ、ちゃんと取らなきゃ。せっかく遊びに来たの。簡単に壊れる。これが一軍？下がってる織姫。でも怪我してるよ。少し冷静になれ。今までとは相手が違うんだ。投げろ、一打席勝負で決着をつける。兄た、言ったろ織姫、下がってろ。うん、僕はピッチャーじゃないからちょうどいいね。でもまだ僕が有利すぎるな。そこの君、キャッチャーやってよ。俺？彼にも取れるくらいのストレートを投げるよ。妥当なハンデだよ。てめえ。じゃあ行くよ。おい、三日月、衝撃に備えろ。すでにボールが？あっ、どうなってんのこれ。音と衝撃が大きく遅れるほどのスピードだと。しかも片手をポケットに入れたままで。まだやれるか。体が動かない。なんだこの感覚。サブマ、もう十分よ。戦わず逃げて恐怖に屈するか、次の一球で絶望に飲まれるか。さあどうする、大佐の一択か。たく、出航の前にお前のじいさんどこ行ったんだ。別にいいよ、いつものことだし。揃いも揃って無計画だな。おい、柱よりお前が心配だ。まあ任せろ。こら待て、お前のじいさんから預かったお守り代わりだとよ。一人で全部背負うことはない。いつだってみんながついてる。そうだ、こんなところでは引けねえ。物理的敗北を選ぶか。ここで引いたらもう戻れなくなる気がする。兄たん、よ、だから忠告したでしょ、サブマから逃げろって。兄たん、こんなところまで吹っ飛ばされて、これって例の力を行き。いいえ、一軍は絶対的存在、勝負自体が成立してないわ。何して遊ぼうか。投げたのは2球だ。だから勝負自体は2ストライクで止まってる。そういう目をしてやがった。一軍と勝負したいなら、じきに入れ替え戦が始まるわ。その決勝では一軍とのエキシビジョンもあるわ。そのためには仲間がいる。話は聞いた。当然俺も出る。そして正式に上へ上がる。いいわ、二人まとめてマシンガンを身につけてもらう。いや、一番いい感じのところで終わるのやめて。最後まで見てくれてありがとう。
少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。